やっぱやってて楽しいですし、まあ結構自分すぐ飽きちゃう方なんですけど、アメフトだけは飽きずに毎年毎年やっぱ楽しく思えてたんで、逆に辞める理由が見つからないなっていう感じでここまで来ましたね。まあ、一番の理由はやっぱ菅原さんの存在が大きくて、まあ中学校高校とかずっとやっぱスタンドで見てきましたし、まあ一番尊敬しているクォーターバックなので、同じチームで一緒にプレーしたいなと思ったのが一番大きなきっかけです。もちろん技術とかもそうなんですけど、やっぱクォーターバックとしてのメンタリティだったり、クォーターバックとしてのあり方っていうのを学ばせてもらってるので、まあ、本当に一緒にやれてよかったなと思ってます。まあ、やっぱりこう、まあ、今アメフトを続けてるのも、まあ、特にオービックシーガルズっていうトップチームで、まあ、自分がどこまで通用するのかっていうのが、まあ、すごい挑戦したかったですし、人生一度しかないんで挑戦しないという選択にやっぱ後悔したくなかったんで、まあ、それが外国人選手がいようと、まあ、日本人の上手い選手がいようと自分は挑戦はしたいなと思ってたんで、そこはぶれなかったです。まあ、特別なことをやってるわけでなく、こう基本を大事にしてるんだなってことが確認できたので、そこはちょっと安心した部分ではありましたね。でも学生の時はもちろんその外国人選手とやることはなかったので、まあ気づかなかったというか分からなかった点が多かったんですけど、まあやっぱ今こうして一緒にプレーすることで、このタイミングならいけるんだとか、あ、こうすればパス通るようになるんだっていうような、なんか可能性引き出しをなんか多く見れた気がして、もちろん自分もトライしてみようっていう気持ちになって、そこでやっぱトライアンドエラーの繰り返しで、まあ、やっぱ上手くなっていくんじゃないかなと思ってます。大学の時はもう全然下手くそだったんですけど、まあ、今はやっと戦えるようになったかなっていう、150くらいですかね。いやでも上手くなってると思ってます。いやちょっと見えないですね、めちゃくちゃ上手くなりそうで、はい、そこはちょっと見えないです。やっぱ平日違う生活してて、人それぞれの時間の使い方で平日は過ごしてますけど、やっぱ土日にやっぱ日本一になるっていう目標を強く持ったやっぱ人たちが集まってるので、やっぱその分楽しいこともありますし、悔しいこともありますけど、やっぱみんな同じ景色を見ようと頑張ってるので、そこのやっぱ温度差っていうのはみんな合ってると思ってるので、まあ絶対挑戦する価値はあると思います。